腎臓をきれいにする驚きの自然療法。腎臓は身体の中で非常に重要な内臓で、身体の浄化や血液の化学的バランス維持、ホルモンの生産などを担っています。その腎臓に問題が生じると、身体の他の機能にも大きな問題が起こりかねないので、早急に対処しなくてはなりません。そこで今回は、腎臓をきれいにする自然療法をいくつかご紹介します。なぜ腎臓が悪くなるのか。腎臓結石は一般的な症状で、医学月刊誌に発表された調査によると、患者数が増加しているとのことです。その主な原因は、今日の人々の高手らしい生活にあります。十分な水を飲まない、または水の代わりに着色料や人工甘味料が添加された栄養のない飲料を飲むことが多くなっています。このような状況では腎臓はうまく機能しません。そうすると少しずつ尿中の結晶が固まっていき、時間をかけて結石となります。一度形成されると腎臓の痛みを引き起こし、排尿時にはさらに強く痛みます。腎臓をきれいにする自然療法。この場合、少しずつ結石をなくしていく治療法を実行しましょう。腎臓をきれいにする自然療法を自宅にいながら楽に行うことができます。ネトルティー、イラクサ茶。ネトルは毒素を浄化し、腎臓を守るために使われる薬用ハーブです。血液をきれいにすると同時に腎臓に溜まった毒素を減少させるこのハーブティーを毎日2回飲むことをお勧めします。材料、ネトル大さじ1、15g、水 500ml。作り方。水を火にかけて沸騰したら火から下ろし、ネトルを加えます。朝に1杯、夕方に1杯飲みます。このハーブティーは、腎臓の炎症を抑えるのを助けます。パセリティー。パセリは様々な料理に使う方も多いですが、簡単に用意できるハーブティーの形で腎臓をきれいにするために使うこともできます。材料、パセリ、大さじ1、15g。水1リットル、蜂蜜、大さじ1、25g。方法、水を火にかけ、沸騰したらパセリを入れます。火を消して濃く煎じるため25分間そのまま置きます。時間が経ったら、パセリの味は口に合わない人が多いので、その味を抑えるために蜂蜜を加えてよく混ぜます。ガラス瓶に入れて1日かけて飲みます。3日間続けて行いましょう。こちらもお読みください。パセリの健康美容効果。レモン果汁。レモンは腎臓結石とそれによる痛みを取り除く療法の一つです。このフルーツには健康への様々な効能があり、他の材料と同様、いろいろな身体の異常に勧められます。
材料、エキストラバージンオリーブオイル、大さじ2、30ml。レモン果汁、大さじ4、60ml。水 500ml。リンゴ酢、大さじ1、15ml。方法。オリーブオイルとレモン果汁大さじ2を混ぜて飲みます。30分後に残りのレモン果汁大さじ2と水、リンゴ酢を混ぜて飲みます。こうすると、少しずつ腎臓をきれいにして結石による症状を減少させるのに役立ちます。不快感が消えるまで毎日を行うことをお勧めします。立ち仰い、ホリホックのハーブティー。立ち仰いは利尿作用があり、腎臓を浄化し、時とともに溜まる毒素や老廃物を排出する助けになる薬用ハーブです。材料、立ち仰いの根と葉、ドライ、大さじ2、30g。水 500ml。方法。水を火にかけ沸騰したら、立ち仰いを加えます。火から下ろして10分間抽出します。こうして1日2回に分けて飲みます。効果を出すには7日間続けて行います。セロリのジュース。立ち仰いと同様、セロリにも毒素を排出させる利尿作用があり、老廃物の排出を促進します。そのためセロリも腎臓に結石が形成されたり、感染症を起こしたりするのを防ぐ味方となります。こちらもお読みください。知られざるセロリの驚くべき効能5000。材料。セロリ、大さじ3、45g。水 200ml。方法、セロリをよく洗って切り、水と一緒にミキサーにかけます。こして常温で飲みます。腎臓をきれいにするため少しずつ隅々まで浄化していくので、効果を出すには少なくとも1ヶ月間セロリジュースを飲むのが理想です。腎臓をきれいにするために、これらの自然療法を利用できますが、健康を保つためには、水が常に一番の味方です。ですから1日2リットルの水を飲むことを忘れないようにしましょう。十分な水を飲むことは、身体に様々な効能をもたらし、腎臓の健康を維持することにつながります。